陽、陶、射、九九如律令。やっと一息つけますわ。九九如律令。九九如律令。わしの逆壺より硬いものなど存在せんわ。九九如律令。台湾か。最初はドイツだ。秒と九九如律令。私に近づかないで。秒。救急如律令。オイラがいないとダメなんだろ。秒。と。救急如律令。拙者の体より強靭なものを。と。救急如律令。はおらぬ。まだ戦えるんじゃよ。救急如律令。正義は必ず勝つ。よ。と救急如律令。何かがおかしいの。リン、リョウ、救急如律令。私の一族はみんな天性の踊り子だよ。救急如律令。正義は必ず勝つ。クラセンシャシュケチガンボダイラシャナソワカ。救急如律令。新鮮な血。秒。救急如律令。私の一族はみんな天性の踊り子だよ。救急如律令。正義は必ず勝つ。秒。と。しゃ。救急如律令。虫たちよ、餌の時間じゃ。救急如律令。口ではおらぬ。クラセンシャシュケチが救急如律令。クラセンシャシュケチが救急如律令。
逆さまより硬いものなど存在せんわ。救急により、わしは福の神じゃ。大事にせんと災いを招くぞ。救急により治療。カイルドック出撃。あ、止まって止まって。救急により治療。ついに俺様の出番だぜ。クラセンシャシュケチガンボダ。救急により治療。銭貸してみな。よ、救急により治療。今日もまたさまよえる魂を感じる。僕の出番ですね。救急により治療。拙者の体より強靭な。救急により治療。ないでござる。と、お待たせません。すぐ救急により治療。私の的はどこだ。よ、救急により治療。ついに俺様の出番だぜ。よ、救急により治療。打ち手はおらぬ。まだ戦えるんじゃよ。救急により治療。台湾か。最初はドイツだ。救急により治療。はあ、お腹が痛い。救急により治療。しんしんと雨が降る。私を呼んでいるように。救急により治療。何かがおかしいの。暇じゃな。神好きの邪魔しないでよ。救急により治療。よ、よろしくな。救急により治療。台湾か。最初はドイツだ。クラ、救急により治療。教えを解かれよ。生命様、見てください。空があんなにまがまがしい。都の空が
暗闇に包まれていますね。今こそ時は満ちたり、都を覆い尽くすこの陰の気をもって禁断の呪法は完成する。東に青龍、西に白虎、南に朱雀、北に玄武、都の守護結界、その全てを掌握せよ。はは、我らにお任せください。この身、黒清明様のためにですが、気になるのは清明たちの動向。必ずや我らの前に立ちふさがりましょうぞ。構わぬ、それもまた必要なことだ。必要ですか？お前たちはただなすべきことをなせばよい。はは、他の者はすでに配置についています。雪女よ、私たちも行くぞ。では吉報をお待ちください、黒清明様。必要なことか。わかっている。我が望み成就するとき、貴様との契約は果たす。さて清明、どう動く？今直使からの報告を受けたが、都のあちこちで鬼が暴れているらしい。大変な数だそうだ。すぐに討伐に向かわないと。一体何が起こっているの？霊視した異常が起こっている場所は4カ所。そこで、何らかの異変が起こっている。何が起こっているか知らねえが、放っておくわけにもいくまい。ひとまずは、連絡のあった西の大通りだ。行くぞ、攻め。ああ。この矜持の原因を突き止めるぞ。急ぎましょう、清明様。そう。もうすぐなのですね、本当に。いつだって楽しい時間はあっという間に過ぎ去ってしまう。なんだこのまがまがしい気は。ゾクゾクするぜ。間違いない、凶悪な鬼が付近にいるぞ。気をつけろ。いいね、そいつは倒しがいがあるってもんだ。助けてくれ、化け物がいっぱいだ。都に何が起こってるんだ。ここにいると危険です、早く逃げてください。逃げるってどこへだよ。朱雀門の方も鬼が溢れてるって話だぞ。朱雀門も？それだけじゃない、東の鴨川も北の黒夜山の方もだ。陰の気が満ちて力が溢れてくるぜ。そこまでです、これ以上勝手はさせませんよ。なんだてめえは、今の俺たちに勝てると思うなよ。三条つかまつ、我こそが王天狗なり。妖怪め、坊やを脅かすんじゃないよ。お主の願いを聞かせるのじゃ。この羽が目に入らぬか。三剣魔法。
めてまいり、ガオ、アソーレ、こちらを守ってくれるんだ。レイジ、早く！私には守りたいもんがあるからね。暴風を支配する我が力を見よ。ガオ！魔法力！三剣！レイジ、カッコイイ、不運からあたしらを守ってくれるんだ。魔法力、暴風を支配する我が力を見よ。何よ、すべてを倒せ。ダオダオ、三剣、バカな人間なんかに。なんだ、生きがってた割に歯応えのない奴らだな。まだまだいる、早く退治しないと。セメさん、この地一帯に強力な呪術が広がっているようです。ここは都の西、大きな道が広がり交通も多い場所。まずいな。うん、どういうことだ。この都を守護する大結界人、四神相応の一角ということだ。おう、我らの救いの主よ、この力存分に役立てましょうぞ。なんだお前たちは、あの方の邪魔をするでない。
三剣私も守りたいもんがあるからね。あ、そう。炎の酒、うん、この羽が目に入らぬか。アホーリみんなは守る。お主の願いを聞かせるのじゃ。守りたいもんがあるからね。あ、そう。レイジ、早く。かっこいい。だら。三剣。ゴーフジ。魔法レア。炎の酒。ドラ。三剣。よしや、人間め、いやだ、消えたくない。我ら委員会の者の悲願を成就するまでは。悲願の成就？ちっ、こいつら、一体何を企んでやがる。先に周囲の鬼を一掃してしまいましょう、生命様。この地は我らが黒生命様より託された場所。何人たりとも邪魔はさせぬわ。やはり黒生命の仕業なのね。めんどくせえ。何を企んでやがるのか、ぶっ倒して吐かせてやるぜ。面白い。我らは神のごとき存在である。人間ごときに遅れは取らぬぞ。愚か者どもめ、塵となって消えるがよい。参り。ご褒美せ。三剣。これを食らえ。あそぶれ。ガカイ。あたしには守りたいもんがあるからね。三剣。こ
バカな。この我らが人間ごときに。たかが人と侮ったのがお前の敗因だ。その力、まさか黒生命様と同じ。さあ、あいつが何を企んでいるか話してもらおうか。こうなったらお前だけでも。危ない、ダメ。カグラ、この野郎、よくもカグラを。ぐわ、口押しや。だが我が責務はすでに成就せり、再び委員会へと戻り、時が来るのを待とうぞ。カグラ、大丈夫か？よかった、生命が無事で。それよりお前、ひどい怪我を。すぐに手当てしないと。そんな、怪我が治っていく。カグラ、あまり無茶をするな。体が勝手に治ると言っても、どうなるかわからん。構わないわ。生命が無事だったら、それが私の、ここにいる意味だから。どういうことだ？まさか、ここにいるカグラは、人間じゃないってことか？まずいな。どうしたんですか、生命様。この呪術陣は、すでに起動した後だ。この場で下手するにしても、時間がかかりすぎる。それに、他の三箇所も気になります。術の発動者を討伐して解除する。それしかないか。生命、霊視した残りの場所は？ああ、東の鴨川、南の朱雀門、そして、北の国屋さんだ。よし、すぐに他の場所にも向かうぞ。ここもすごくまがまがしい気で溢れてる。ちっ、見てみろ。また結界が壊れて陰界の裂け目が広がってやがるぜ。ええ、早く何とかしないとまずいですね。川が氾濫して、また橋が壊れちまった。この世の終わりだ。都は滅びるんだ。そんなことはさせねえよなあ、生命。ああ、すぐに結界を張り直すぞ。やはりここもダメか。先に周囲の鬼を一掃する必要がありそうですね。さあ、私と共に戦ってくれ。
ましょう。私らを守ってくれるんだ。アホーレ。これは一体この場所で何があったんだ。それが急にあちこちで川が氾濫して陰界の裂け目を封じる結界まで吹き飛んで、どうしましょう。このままでは以前のように。ゲロゲロ、安心するゲロ。何があっても雨女は守ってみせるゲロ。その私にできることがあれば何でも言ってください、生命さん。全く聞いてませんね、雨女さん。ですが、急に川が氾濫するなんて。生命さん、気をつけてください。橋の近くに強い力を持った鬼がいます。怖いよ、その鬼が周辺の川を氾濫させたみたいなの。この場所の水は僕たちの力で抑えます。早く陰界の裂け目を。ありがとう、みんな。ヒロマサ、わかってる。すぐに結界を張り直すぞ。私に急ぐがやはり来たか、生命。お前は我が名は荒川川の主、遠く東の地荒川一帯の守護者よ。そんな奴がなぜ都の川を氾濫させる。決まっておろう。強き力を持つ黒生命に呼び出され、ただその恩義に魅せられたからよ。都の東に流れる鴨川、それすなわち詩人相応の地、清流の守護、それを狂わせることがお前の目的というわけか。少しは頭が回るようだな、陰陽師よ。だがそれでどうする。決まっている。腕ずくで止めるまでだ。面白い。川とは時に恵みを与え、時に荒れ狂い全てを押し流す。
その怒涛なる自然の断り、お主たちに止められるかな。力を行してよ、救急如立寮。ここ、せクズ、クズ三剣魔法力タイモンがあるからね。アホクズ。ノッコン少女。アショーくだらん。カス。くだらん。くだらん。クズ。アホーレ。こんな真っ赤。深き闇の水流。三剣。アショーレ。ゴホーセ。くだらん。カス。くだらん。フーからあたしらを守ってくれるんだ。くだらん。クズ。ダオ。行くぞ。三剣。見事だ生命、お主もまた断りを覆すものなのかもしれんな。なんだ急に首相になりやがって。運命の大河の流れが一つでないのなら、その流れの先を見届けるのもまた一興よ。黒生命は何を企んでいる。お主ほどのものならすでに気がついているだろう。都を守護する詩人相応の地の破壊、それすなわち。まさか。我が力で押し流した河川域、そう容易には元に戻るまい。お主たちの行く末どうなるのか見せてもらうぞ。生命。時間がない。次の場所へ向かうぞ。ここから近い場所だと、朱雀門ですね。ちくしょう。黒生命の手のひらで踊らされてる気分だぜ。これは、寒い。凍えてしまいますよ。生命様、この陰の気はまさか
あれって呪術人に鬼を食べさせているの？やはり来ましたか、生命。雪女。人間とは不思議です。すぐに無意味なことをしたがる。てめえ、仲間を犠牲にしてやがるのか。これはこの者たちが望んだこと。役に立たぬ弱き鬼ども、せめて黒生命様のお力になりたい。なぜそこまでして。詩人相応の地、南方に広がる平野を守護するは法王、すなわち朱雀。その象徴たる朱雀門に敷いた結界を破壊することがお前の役。一体黒生命は何をするつもりなの？黒生命様の崇高な目的ならすぐわかりますよ。我々の暗躍で都にすっかり満ちた陰の木。あとは詩人相応の守護さえ破壊すれば。そんなことはさせねえよ。黒生命様の邪魔はさせません。今度こそ私自ら引導を渡してくれましょう。魂たっぷり吸い取りし呪術人、いでよ闇法王たちよ。あれは前に法王林に現れた。それもあんなにたくさん。まずいです、生命様。さあ人間、凍えて死になさい。お前たちは。お前の手助けは気に食わねえが、黒生命ってやつはもっと気に食わねえからな。生命よ、真実を明かすと誓った君の決意、しかと見せてもらうぞ。あなたは法王か。久しぶりですね、凍りついた魂を持つ人間よ。手を貸してくれるのか。法王ゆかりの秩序を乱す者が許せないだけです。それにこのままでは法王林がまた寒くなってしまう。おのれ、人間に味方する裏切り者たちが。闇法王が消えて呪術人が弱まった。生命様、今なら。ああ、みんな行くぞ。払いたまえ、清めたまえ、救急如律。さあ、私と共に戦ってくれ。三剣。あ、そう。行け。溶接よ。守りたいもんがあるからね。
己人間、己生命。さてと、お嬢ちゃん。黒生命のもとへ案内してもらうぜ。まだです。ここで終わるわけには。黒生命様、私にお力を。あなた、何をする気？黒生命様！まさか、自らの命を捧げた。ヤオビグニ！大丈夫です、生命さん。私は死にませんから。ほう。身を挺してあの鬼を救うとは、やはり見えますね。あの女の魂の奥底に、わずかに燃える種火が。黒生命様。気を失ったみたいですね。この人。自らを犠牲にしようとしてまで、どうして？真実をこの目で見極めさせてもらうぞ、阿部の生命よ。ああ、それが、お前との約束だからな。陰陽師よ、この場所の守護は任せなさい。我が炎で守ってみせましょう。いいのですか？勘違いしないでください。鳳凰林からあなたを追い出してくれた借りを返すだけです。生命、私たちは。決まってるだろ。このまま黒生命のところへ殴り込むぞ。ですけど、黒生命はどこに？詩人相応の地。残るは、玄武の守護、北の山脈黒夜山。おそらく、黒生命もそこに。三箇所が落ちたか。だがもう遅い。遅いぞ、生命よ。今こそ、時は満ちたり！陰陽反転の呪法、成就の時だ！